ある夏の朝方、あなたは本日梅の春と出かける予定があった。外出する時間まではリビングでゆったりと過ごしていると、春が部屋に入ってくるだろう。だが彼はどこかおぼつかない足取りでふらふらと部屋の中をうろついては同じ場所を行ったり来たりしている。じゃあ、もうロールプレイをしていきましょう。わかりました。はるくん、おはよう。おはよう。お前どうした？なんか酔っ払い？いや、僕のメガネ知らない？メガネ？メガネなら頭にと言いたいところだけどそう、いや見てないけどね。ちょっと河原に行ってからどこ置いたか分かんなくなっちゃって。洗面所じゃない？したら普通に。仕方ない、俺が見てこよう。ありがとう。と言ってメガネを捜索します。じゃあ、はい、目星をお願いします。はい、目星80 44、成功です。はい、例はですね、はい、棚の上に置かれた春のメガネを見つけます。お、発見したぞ。あったのか、あーよかったと、それを受け取るでしょう。メガネを渡せば安堵したように、春は手慣れた手つきで普通にメガネをかけるでしょう。はい、本当によかっ、ん？しかし彼の言葉は途切れる。どうした？不思議に思い、春を見やれば、彼は、メガネを持ったまま固まっていた。お、うん、どうした？そして外してみては目をこすり、もう一度かけ、また外しては、目をこすりを繰り返す。目悪くなった？しばしばの間があったと思えば、あれ？なんかビントが合わないんだけど。ああ、視力下がったんだ悲しい悲しいな。なんか、うん、なんだろうこれ、なんだろうと言いながら 目頭を揉むことでしょう。うん、じゃあここからちょっと質疑応答編が始まります。はい何かあれば、はい、そのお前のメガネって、まあ、うん、こんなすぐに本当に顔を洗ってね、あれするまでのほんの一瞬でそんなに視力が一気にスパッと変わるかっていうと微妙なんだけど、そのメガネ本当にお前のやつ？これ僕のやつだったはずなんだけどな。なんか変わってない？いやー、でもと言って、顔ギリギリまでメガネに近づけ、様々な角度から確認しているが、うん、これは僕のメガネだなと言っています。なるほど、うん、どういうことだ？ちょっとメガネ屋に行かなきゃいけないかね。ジンズジンズに行かなきゃいけないか、今から。じゃあ、うん、アイディアを振ってもらおうかな。はい、アイディア55、はい、18、成功です。はい、そういえば昨日の帰りに春がメガネ屋に寄ってから帰ると言っていたことを思い出します。なるほど、お前昨日メガネ屋寄ったらしいじゃん。間違ったんじゃないの？なんか取り違えたんじゃない？そういえば確かにメガネ屋大学帰りにそう言ってきたんだよ。うん、でもなんか昨日すげえ疲れてたからさ、うん、なんだっけ、ちょっとあんま思い出せないんだよな。わからないもんかねメガネ。しかも昨日ぼんやりしたまま帰ってきたからさ、メガネかけないで帰ってきたんだよね。それが可能なんだまあ道はなんとなく覚えてるからさ、うん、記憶だけでたどり着いた。そう、一応近所のメガネ屋だから、うん、ねえ、どういう、うん、近いだろうけどやりとりとか全然覚えてないし。うんうんうん、じゃあ今からそのメガネ屋に行ってちょっとなんか違うよって言った方がいいんじゃないのか。まあでもほら今日出かける用事だったじゃん。うん、その後でもいいんじゃないかな。その状態で出かけられんの？まあ大丈夫よ、なんとなくは見えるし。そうなの、危ないなじゃあ今日は食事にでも行こうかと話をしていたことを思い出すでしょう。なるほど、うん、レストランかなあなたたちが改めて出かける準備を整え外に出ようとすれば、春は使えないはずのそのメガネをかけることでしょう。うん、あんまピントの合わないメガネしてると目悪くなるぞ声をかけると、春はですね、うん、いやなんかかけてないと落ち着かないからさ、
と先ほどまで落ち着きがなかった彼であったが、眼鏡をかけたことで安定したのか、どっか穏やかな表情でグッとしてました。親指を眼鏡を愛しているなあなたにはわからない感覚であるが、彼はそういうのだろう、きっとそうなのだろう。なるほど。それじゃあ行こっか、うん、あなたは、春を連れて外出することでしょう。そうだね。あなたは春と会話しながら歩いているでしょう。はい、じゃあ目星をお願いします。はい、12成功です。はい、そうするといつもよりもどっかおぼつかない足取りで春の足元に段差があることに気づく。うん、そうだね、段差あるぞ。彼の腕を引きますか。うん、まあ引いてやろう。したらデックスかける5。じゃあデックスが16なので、80ですね。はい、じゃあ行きます。12成功です。はい、そうすると春は慌てたように顔を上げて、うん、ごめんレイ、大丈夫、怪我とかないと言って、うん、あなたの体をベタベタ触るでしょう。いや大丈夫、めちゃくちゃ目が見えない人のコミュニケーションになってるけど怪我がないと分かればほっとしたように肩の力を抜くでしょう。うん、いやお前やっぱり今日絶対出かけるべきじゃなかったって。いやいや大丈夫大丈夫、本当に、でも本当ごめんね、レイまで巻き込んじゃって。いやまあいいけどもシュンと春は申し訳なさそうに小さくなって歩き出します。うん、お前小さくなって歩くとまたこける、ではね、今日は、うん、レストランに来ました。サイゼリアかな、サイゼリアかな、大学で、あなたたちはおのおの好きなものを注文します。本日のおすすめはカレーライスだそうです。うん、またカレーか。僕はせっかくだしシチューにしようかな。あ、もう全然あれ従わないタイプ従わないタイプじゃあ俺はハンバーグ食べるよ。いただきますと手を合わせ、それぞれ食事をしようとすれば、春のメガネがむわりと白く曇りあーもうと鬱陶しそうに彼はメガネを外します。あ、目星をお願いします。はい、63成功です。はい、そんな彼の様子に笑っていれば、いざ食事をしようと春の手元スプーンの上には飾りの旗らしきものが。うん、それを今まさに口に運ぼうとしてるのがわかるであろう。待てお前が食おうとしているのは旗だ止めようとするなら、アイディア。あ、また。お願いします。あの、叫びだけじゃ届かないやつ。アイディア55です。38、成功です。それを食べても大丈夫な素材でできていることがわかるでしょう。あ、そんな旗あるんだ。うん、どうしたの急に叫んで。いやお前今旗食おうとしてた。嘘、旗、お前旗食うでも美味しかったけどな、普通に。なんか食って平気系の旗だったらしい。でもなんか大抵の旗食っちゃいけねえだろうから止めるよねそれはと、旗の話をしていると店員さんが、旗があったのですか、旗は当たりの証です、おまけのデザートをお運びしますねと、にこやかに微笑んでデザートをおまけしてくれる。やった、フルーツタルトです。素晴らしいな。俺は食えないけど、もらえないけど当たりか、うん、ラッキーってことなんだろうけど、メガネが変になったことでなんかトントンって感じかなと確かに春は曖昧に微笑むでしょう。まあタルトがもらえてよかったで一緒に食べよう、これは。やったまあそういうにこなんか和やかに食事を進めて、うん、はい、じゃあごちそうさまと出ていくでしょう。じゃあこの後、うん、メガネ屋さんでも行くのかな。そうだね、レストランでご飯も食べたことだし、うん、例のメガネ屋に行った方がいいんじゃないのか。あ、時間大丈夫かな。そうだね、まあ全然時間は大丈夫です、うん、じゃあそれで歩き出しますね。はい、そうすると歩いてる途中で、春が足を止めます。お、あーごめん、なんかちょっとメガネ汚れててと、うん、彼はかけていたメガネを外し、メガネを拭き取り出しては路上でレンズを、拭き始めます。多分春の性格上、うん、服の袖で拭くのかな。なあ綺麗になったか。あなたが声かければ、うんと春は顔を上げる。だがよく見えていないからか、眉間にシワがよりひどく凄んだ表情となっているでしょう。あ、のび太くんみたいになってるのび太くんだ。メモ書をお願いします。はい、飲みたくになってる目の前で、視力の差ってやつを見せつけてやります62成功です。ふっと視界の端に何かが映る。うん、春が顔を上げたその先に柄の悪そうな二人組の男が立っています。何、不運なことに彼らの
視界に収まる中、あなたたちの目つき悪いんだったこいつあなたたちの姿がある春の今の表情はお世辞にも普通とは言い難い。それどころかまるでメンチを切っているようなシワシワになってんだ今。じゃあどうしますか、隠しますか。隠します、そうする場合は、はい、ハルトのサイズ対抗が発生するんですけど、サイズ対抗、例の、身長が15センチじゃない、低く、サイズ15、レイ、ハルが11だね、あ、身長低い、お、身長高いんだね、ね、なので持てないのも不思議だね、そう、うるせえからっていう一点張りで持てない、そう、70以上が出たらハルの目つきは隠せます。わかりました、俺が隠してみせるダイスロール、35成功。おお。じゃあ上着をちょっと頭に巻きつけて隠します、そうすると春はどうしたのと不思議そうに首をかしげ、再びメガネを装着します。いや、お前メガネしてない時の眉間のシワがやばかったからあ、そっか、ちょっと名誉のために隠しておいたというか眉間のシワはどっか和らぎ、いつもの彼の表情に戻るでしょう。よかったよかった、うん、一件落着だ。そうね、いろいろバタバタとありながらゆっくり歩いていると、はい、ぽつりあなたの頬に冷たいものが当たるでしょう。なんだ、見上げてみれば空にはいつの間にか暗雲が立ち込め、冷たい雫がパラパラと、こぼれ落ちていた。雨だ。朝の天気予報では、一日晴れと言っていたはずだが、しかし雨足は強くなる気配はなく、霧雨が時折肌に当たるばっかりだ、うん、雨降ってきたぞ。そうだね、しばらくするとやむだろう、そうね、霊が思っていると横で春は腕を掲げるように顔を覆い隠しているのがわかるでしょう、うん、いやちょっとさ、ほらレンズ雨に当たるからさっとどっか必死な声色で春は訴えてくるでしょう。はい、ちょっとどっか建物入らない、傘あれば買いたいし。ああそうだな、なんか近くに百均とかなかったかな、うん、そう言って顔を消してあげないまま春はぎこちなく動き始めます。はい、では目星をお願いします。96失敗です。はい、しかもこれファンブルじゃね、多分96失敗ですね。うん、キョロキョロと見渡していると突然バケツをひっくり返したかのように大雨が降り始めます。やばい、ゲリラ豪雨だもうレンズが濡れるとかそういったレベルじゃない大粒の雨は、うん、レイにとっても、うん、大問題であろう。全身余すことなく濡らす雨に、さすがに春もレンズを守ることを諦めたのか、どこか入ろうと一緒に走り出します。はい、そうするとですね、はい、じゃあ、うん、こけるかそれはそうだな春に引っ張られて走り出してくると、はい、まあ、足元が悪かったせいか、はい、レイの足元はうん、そのままクルッと、はい、行って盛大にこけるでしょう。ギャー、滑ったじゃあ2減らしといてください。ん、盛大に。じゃあ耐久12から10へ。はい、もうお互いびちょびちょのまま心配し合っているでしょうがではちょっと幸運を振ってもらおうかな。はいはい、はい、幸運80です。はい、5成功。おう、クリティカルじゃない。クリティカルですね。ええ、したらもうそこで、うん、コンビニを見つけるでしょう。やった、コンビニ入るぞこんなドロドロでコンビニ入って大丈夫かなドロドロでいてもらおう、しょうがないからそうだね、クリティカルはちょっと後でやりますな、うん、あ、いいよ。コンビニへと入れば、夏らしい爽やかな冷気があなたたちを迎えてくるでし、迎え入れるでしょう、うん、全身びっちょりになってる場合は寒気にブルリと体が震えます、震えます、うん、いやー雨に降られるだなんて最悪と春は濡れてしまったレンズを気にかけるようにしながら一生懸命拭いているでしょう。なんかレンズが濡れるとさ、ただ拭いてもあの水垢とかが残って拭けていると気になるんだよねとはーっとため息をつきます。まあそうだな、もうお前が拭いてる袖すら濡れてるからな今そうだね濡れてるもので拭いてるからレイも大丈夫？なんかド派手に転んでたけど俺はもう大丈夫じゃないよそうだよねそんなびちょびちょだもんねもう白い髪に土ついてるよそうだよねなんかとりあえず傘ほら探しに行こうと、うん、くと眉間に塩を寄せたまんま、うん、彼は周りを探し始めるでしょう。はい、
待て待て、傘っていうのはだいたい入り口の近くにあるものなんだ。じゃあ名簿紙お願いします。はい、85で失敗ですね。失敗ですね。あたりを見渡していると春があっと声を上げて、すいませんと声をかける、うん、お菓子の陳列棚で、陳列棚の前でしゃがむ緑色の服を着た女性へ、うん、傘ってどこにありますかと、春は尋ねているもの、あなたにはわかる、彼女は店員ではない。春くん、ちょっとその人お客さんだよ。あ、すいませんって言いながら、無事傘でも教えてくれるのかな、お姉さんが、うん、無事傘を手に入れられたらよかった、傘見つかって、なんかもう僕ってダメだね、なんか今日とか言いながらニコニコしながら歩いているでしょう、やっぱレストラン行く前にメガネ屋行くべきだったな。そうだねと言いながら、ちょっと僕トイレ行きたいんだけど、このタイミング。そう、ちょっと買う前にトイレ行きたいわ。分かった分かった、じゃあ俺がちょっと店員の人を呼び止めてやろう。メモ書お願いします。はい、1。おお、レイがいち早く気づくでしょう。トイレの入り口のマークがひどく小さいのが分かります、うん、だがあなたが声をかけるよりも早く、うん、春は、うん、くるりとあなたの方へ向き、色は見えるからとドヤ顔してトイレに入っていきます。こいつ早い。このメガネ早い。でちょっとせっかくドロドロだしね、あ、なんかクリティカル1個なんかあるし、うん、あの隣に銭湯があったことにしましょう。いいね。銭湯とあとコインランドリーがあったことにしましょう、うん、傘も買ったし、ちょっとここで一風呂浴びていこうぜ、うん、そうだねと言いながら外へ出ると、うん、外に出てみたら空が眩しいまでに晴れているのが分かります。改造した。輝く太陽をと横を見てみれば、メガネのレンズを真っ白に染めて立ち尽くす春の姿。どこかアンバランスな光景に、レオ笑ってしまうでしょう。では温泉にでも行って、うん、ザブーンとね、うん、お風呂に入っていくでしょう。お風呂にもメガネをかけていく春ですが、はい、めちゃくちゃ曇ってるぞお前。あ、そう、その通り、もうメガネは真っ白です。これないと落ち着かないからと言って、うん、今頃多分コインランドリーで、銭湯に備え付きのコインランドリーでゴウンゴウンとやってるでしょう。じゃあ銭湯でマッサージチェアやろうぜ。あ、いいね、うん、じゃあレイと春は、うん、もう疲れた体を癒しにマッサージチェアに座ることでしょう。しみるなこの動きが。そうすると春が何も動かさないまま座っています。春くん、それただの椅子。ただの椅子の使い方してるよ。いや、なんか見えないし、なんかとりあえず座り心地いいから座ろうと思って。まあ足とかフィットするしね。仕方ない、俺が動かしてやろうと言って100円を入れてあげます。優しい。まあそんな、このものと疲れを癒して。はい。じゃあこれからメガネ屋さんに向かうかな。そうですね。うん、何はともあれメガネを直してからだ。話はそれからだ。春が昨晩行ったというメガネ、あなたを連れて行ってくれます。ですが、彼が、足を運んだと名前を出していた大型メガネチェーン店は、まあ、メガネ市場行ってたのかな、メガネチェーン店とは、ここではない、うん。メガネチェーン店ではない。看板は確かに似たような色はしているが、全く見たこともない店名が書かれています。なるほど。なんだこのメガネ屋は。メモ書をお願いします。40成功です。はい。そうすると、うん、通りを挟んだ先の角にこそその大型メガネチェーン店があるのがわかるでしょう。じゃ別のメガネ屋に行っちゃったってこと。ああ、そうそう。なるほどね。いつもと行くメガネ屋間違えてるぞ。嘘みたいな顔してちゃんと見たら、うん、目を丸くして驚いた様子で、え、本当だとつぶやくことでしょう。だからなんか変なメガネ捕まされてんだよ。なんかでもぼんやりしてたとはいえ、なんか店間違えるかな僕。店舗移設でもしたんじゃないのか、位置が。ああ、でも店員さんいつも通り対応してくれてたんだけどね。なんか変だなと、春が訪れた店は確かにここの店らしい。なるほど。とりあえず突入しますか。はい。入店すればくらりとかすかに視界が歪むような感覚がした。なんだ？目に痛いほどの白を基調とした部屋、そこには様々な形のメガネが並んでいます、うん、至って普通のメガネ屋のように見えるが、
少しの間あたりを見渡していれば、そこには一人のメガネをかけた誠実そうな男性が立っています。なるほど。いらっしゃいませ。そう頭を下げていれば、お待ちしておりましたと言葉を重ねるでしょう。はい。ではここから質疑応答タイムです。このメガネがハル君に、なんかよくわからねえメガネをつかませた誠実メガネかよし、じゃあちょっと質問してみよう。すいません。はい。昨日この男の子がなんかメガネをこちらでなんか修理だったかな、修理だか点検だか新しく買ったか忘れたけれども、なんかあれこれしたそうなんですが、どうやら度が合わないらしくて、ちょっともしかしたら違うメガネなんじゃないかなっていうことになってるんですけれども、どうですかね。彼はちらりと春の姿を見て、メガネの異変に気づいてきたのですね。よかったです、うまく働いたようで、とクイッとメガネをクイッとするでしょやってる。申し訳ありませんが、少しメガネを交換させていただきました。どうしてもあなたたちにお願いしたことしたいことがあるのです、と深々と頭を下げます。なるほど。なんだ。そのまま言葉を続けるでしょう、うん。メガネを必要とするあなた、そしてそんな彼をサポートできるあなた、あなたたち二人の力が必要なのです。どうか私に力を貸してほしい。ひとまず詳しい話は奥で。おいおい、なんかハル君やばいやつに目つけられたぞそうすると彼はですね、看板をクローズドに変え、あなたたちをカウンターの奥へ導いた。はい。